こんにちは、山本誠二チャンネルです、まだ慣れておりません。山本どうしようのってつい言いかけてしまいますが、山本誠二チャンネルです。まずね、今日は私が参考にしているものというね、動画を撮ろうかなと思っていますが、ちょっとね、どっかの本チャンネルの方でコメントだったかチャットの中だったか分かりませんが、何か水槽が見えますが何を飼っているんですかということを聞かれましたので答えたいと思います。ですね、海水魚飼ってますね。いるのは、ドリーですか、ファインディングドリーのドリーと、それからキイロハギっていうのと、でっかいこんなハギ系かなんかわからない、あれも見かけてなんか乱暴そうなでっかい魚なんでランボルギーニと呼んでます。はい、その他ウニとかね、サンゴ、海綿類ですかね、いうものが入ってます。はい、もう買い出して1年半ぐらいですね。キイロハギはもうその時からのやつです。でめっちゃでかくなりました。私ですね、本当に育てんの大好きで、野菜とかもで一回ですね、プレコっていうコケ取りのやつをですね、育ててたんですけど4年ぐらいで、ロイヤルプレコっていうのとグリーンプレコっていうのがセールで、ちっちゃいこんな時にセールでね、1000円台ぐらいの時に買って、でプレコ面白いと思ってキュウリあげたりとかのこう食べに来るっていうんでね、買ってて、で流木なんかを入れて出会いしてたんですけど、まあちょっとね水が汚れて大変なんで4年5年飼育した後に、もう手放そうと、もうその時に買ってたもう水槽かなんかもね、もう全部売っちゃおうと思って熱帯魚屋さんに連絡をして、こうこうこうで分かりました、ね、水槽も120センチかなんかの水槽でねずっとやってたんですけども、でそのロイヤルプレコが今でも忘れません。値段が2匹こうて1,080円、グリーンプレコがね何倍やったかな、ちょっと分厚でも小さかったら2000円ぐらいです。これ専門の人があれですけど、で、水槽ね、そういうのはあんまり高く買い取れないんで、まあ、1000円2000円ぐらいだと思いますけど、もうそれでももう持って行ってください、生態はありますか、ネットギャザー、生態はプレコが、プレコですか、そしたらもう引き取るだけになりますけどよろしいですか、もう全然よろしいですって言って、で生態と持って行ってパッて見たら、ロイヤルプレコこれぐらいな、これぐらいで、グリーンプレコこれぐらいです、私のこれぐらいですになってて、おわーって、生態ってこれですかって言って、あそうです、プレコってこれですか、あプレコこれです、いやこれ話違いますと、これグリーンプレコは5万円で引き取らせてもらいますロイヤルプレコも2万円ぐらいになったんですかね、これはこれはと、まあ、ということで熱帯魚も頑張ってもうとにかく育てるのが好きなんです、ね、はい、ということです。はい、ちょっとまたもね脱線してしまいましたけど、はい、今日何話するかって言ったら、私がゴルフスイングにおいて参考にしているもの、まずこれです、ボクシング、ボクシングに通い始めたのはもうもちろんボクシングというものに興味があって、まずはねボクシングというものを教えてほしい、ね、正しいこと、そしてまあ機会があれば、ボクサーを見たいと、ね、いうことで2つともこれ叶いまして、非常に参考になっております、ね、
どういうところにやっぱり注目してるかというと、ボクシングっていうのはこう強いパンチを打つんですけど、予備動作ないんですよね。予備動作がね、まあ、回転とも言われてますけど、じゃあこうしてこう回転するかっていうんじゃなくて、パンチをこうパーンと打った後に回転するというかね、腰の回転、肩の回転もあるんですけども、まあもうあからさまに回転をイメージしてると、もうそれも打つ前にもう分かられてしまう。だからいかに予備動作なくその強い打撃を与えられるかっていうこと、これねものすごいゴルフに生かしたいなと思ったんです。まあ、そこで、まあ、自分なりにいろいろ好きで、うん、あと友達でボクシングを行ってたやつなんかにいろいろ聞いたりとかして、動画もちょっと上げてみましたけれども、やっぱりそれはもうこの形だけなんで、まあ、それで実際にボクシングジムに通ってみたら、いやー全然違いました。もうね皆さん、私もうほんまね興味持って習うことはもう本当にもう何て言うんですかね、自分の意見なしです。まずもうどんなことももう取り入れる、もう今まで自分の考えだったものもう全部もう横に置いときます。でとにかくもう一心不乱にもう教えられたまま、納得するしないかかわらず、まずもう全身で取り入れる、ね、でもうできないことだらけです。このねもう皆さんもこれもインターネット道場でも言ってますけど、できないことが面白い。なぜできないんだってへこむことありますけども、このねできないことがねめちゃくちゃ楽しい。 できるということでしょ。これできてることって全然面白くないわけですよ。ですから皆さんもゴルフ練習してて、ああもう分かった、ああできた、ね、自分の実力ではもう普通に、ね、練習ちょこちょこっとこういうことしてれば、まあ70代では回れるよね、まあちょっと所属してるクラブでまあ3ヶ月ぐらい前から今年はクラちゃん取るぞということで真剣に練習したら、まあゴルフってねやっていった最後勝負時の運っていうのもありますけども、まあいいところまで行くと、よし来年頑張ろう、よし今年取れたみたいな感じまで行ってしまったらもうね面白ないです、ね、と私は思います。このできない過程でこういろいろするのがめちゃくちゃ面白いです。これをねこれはもう私の考えですよ。私の考えで違う人もたくさんいると思いますけれども、でも、これ私の考えも知ってそうかもしれないと思ったら味わってもらったらいいと思いますし、今まで一生懸命やってて、いやいや私はこういうことだということであればそれでもいいかと思います。思いますが、ほんまにねできないっていうことはもうめちゃくちゃ面白いです。ここ噛みしめて味わっていくというのが、まあ、私も53、来年4のじじいですけども、この噛み締める楽しみ、これはもう最高ですわ。まあ、ゴルフもそうですけども、まあ、このボクシング、ね、もうちょっとライブなんかちらっと見えた時の、私のこう手見たら、はっと、もう、けんだこというか、ね、そんなことなんです。もう、初め痛かったけど、もう、これはもう昔の昭和のあれなんで、もう、痛かったら、痛くなくなるまで行ってやれみたいな、ほんまダメなんですけどね、まあ、それもやってこれあかんなと、多分一回心折れてますこれ多分ね。今も全然大丈夫。予備動作なく打つっていうことが的確にその対象物、目標物をヒットできるということが私興味があったんです。でゴルフというのは、まあ、それさえすれば道具とボールのその能力性能でいきますからね。でまずはやっぱりボールをやっぱり的確に捉えて、まあ願わくば遠くへ飛ばしたいわけですよ。でそれができればもうちょっと手前に手前に手前にというパワーコントロールがまあできるので、まずやっぱり正しい動きをしたらこうっとこうボールが飛ぶというところをまあ求めていきたいということでやってますね。はい、でまあちょっとこの先ね、
私がこうちょっとやってるような映像も載せたいと思いますけれども、まあ、このボクシングもう本当にあの興味を持ってもらうのが一番いいです。やっぱりね、下半身のこういうタイミングリズムでパンチを打つんですけど、もうね力入れとったらもう全然ダメです。これねほんまにあのボクシングってほんま習いに行かないとねなかなかダメなんで、皆さんもうわーやりたいっていうことだけども、まあそんなにねその機会もないしあれなんで、まあ、ちょっとね会長に、私が通っているところは盛岡ボクシングジムというね、ジムなんですけども、まあちょっと詳しくお話をしていきますけども、元の会長にねちょっとなんかそのためになるというか参考になるようなものということでお願いしてはいるんですが、もうボクシングジムですからね、ボクシングのことになるんですけども、ちょっとね次回ね、これちょっとまだお話はちょっとしたいですけども、初めに次回ね、ちょっとだけ、そのゴルフのメソッドとして私が参考にしている、パンチの打ち方というのを、所属選手の丸田ひなた選手というのが、これが日本フェザー級1位です、次期、日本タイトルマッチ、挑戦者ですね。コロナの関係でタイトルマッチ自体は来年になってしまいましたが、ナンバーワンコンテンダーですね、の選手、この選手がねめちゃくちゃね動きが綺麗なんです。もう皆さんもね、わーかっこいいな、始めてきません、私も全然できてませんけど、わーかっこいいなというところからね、こういろいろその形を真似してね、あの我々の年代だったらこうブルース・リーのね映画を見て、わーかっこいいな俺ブルース・リーだなっていうような感じでね、ちょっとね始めてもらったらいいなということで、これもねちょっとねステップを、ね、お願いして撮ってきた動画があります。これね次回ね流したいと思います、ね、で、あとね私ちょっとねこのコロナ自粛でもう一時ぐっと体重絞ってたんですけれども、ちょっと太ってしまいました。どれぐらい太ったか、10キロ近く太りました、ね、なのでこれもちょっと会長に言ってね、ダイエット企画というか、もうほんまにもっとね、ハードにしてくれということを今日お願いしてきました、ね、その模様をですね、いろいろちょっと上げていきたいなと思いますけれども、そのダイエットの、模様というか何をやってるかは、盛岡ボクシングジムの YouTube のチャンネル、これね普通に選手の紹介とかそんなんしか上げてませんけれども、そこにちょっと混ぜていただいてね、山本道場のみたいなちょっとコーナーを作ってもらって、そこで上げてもらいたいなと思います。でいろいろ感想というかね、いやこうですわっていうのはここでね、お送りしたいと思います。はい、でまあいうことでこのボクシングね、いうことが、いろいろ参考にしています。でもう一つありますね、これ前回、ゴルフスイングでもう一番いいスイングってのは誰かということでベン・ホーガンというのを挙げましたけれども、このスイングということに関して私が一番参考にしているものは何かというとですね、まあもうねここのチャンネルに来てくれてる人全員分かってあると思うんですけども、さあ誰でしょう。そうです、エンジェルスの大谷翔平選手ですね。もうね皆さんもう見てください、めちゃくちゃね綺麗です。もちろん体も大きいんですけど、メジャーリーガーのようなそのこういう欧米人の筋力じゃなくて、まあ、ちょっと全体的には細いですね。
でもね、もう下半身からの反力をそのボールに伝えるタイミング、もう最高です、ね、私もうずっとエンゼルスのもうあの結果をね、毎日試合があるときはチェックしてます。そしてホームラン打ったヒット打った人はやつはもう全部ツイッターね、そして、YouTube、 そしてニュース全部見てます。これね、見てください。もうあの決してそんなにね、あのバットのスピード、スイングスピードが速いように見えないんですけれども、もう音と打球の速度ね、今観客入ってませんから、もうめちゃくちゃ音聞こえるんですけど、まあすごいです。これを参考にしてます、ね。ゴルフのスイング、一切参考にしてませんだってもう、まあ、これはね、山本選手チャンネルですからね、いいかと思いますけど、今、世に出てる世界で脚光を浴びてるスイングっていうものを前も言いましたけど、やったってこれ2番線です。もう全く違うところからドカーンと来ないと、ね、いけないので、ね、ちょっとそういうふうに、参考にしてますので、これを機会に皆さんもですね、それを参考に一緒に見てもらえたら面白いかなと思います。はい、ということで今日の山本誠二チャンネルは、私が、ゴルフのスイングに参考しているものということでお伝えしました。次回じゃあちょっと私のボクシングの映像、これねちょっと残っているものがあったら、アップしてみたいと思います。それではまた会いましょう。